ロマン・アレクサンドロビッチ・シシュキンは、ロシアのサッカー選手。ポジションはディフェンダー。地元の FC ファーケル・ボロネジの下部組織を経て、FC スパルタク・モスクワの下部組織へ移籍。2004年、当時のネビオスカラ監督に見出され、17歳で、プロデビュー。特に、ウラジーミル・フェドートフ監督には、重宝され、2007年は26試合に出場した。 ミカエル・ラウドルップ監督が就任すると出場機会が減少し始め2009年にはクリリア・ソベトフサマーラへレンタルで加入していたここでは守備的 MF を経験しプレーの幅を広げた翌年スパルタクモスクワへ復帰するも構想外という扱いは変わっておらず2010年7月6日 FC ロコモティフモスクワへ完全一席 2006年11月15日のマケドニア戦で A 代表初招集を受け、2007年3月24日のエストニア戦で初キャップを刻んだ。その後代表から疎遠となっていたが、ロコモティフモスクワでの活躍がフースヒディンク監督に再評価され、2010年11月には約2年半ぶりの代表復帰も果たした。2012年5月11日、 ユーロ2012に向けた代表候補の26人に選出されたものの、同月24日に異の不調によりメンバーから離脱することになった。ありがとうございます。